来ているタウラス杯決勝。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗秋の三冠馬娘騎士アマゾン一番人気です。人気と実力を兼ね備えたここまで無敗三冠馬娘グラスワンダー今日は3番人気です。対抗するのはトリプルティアラの馬娘マルゼンスキー。十分に勝利を狙えますよ。私が一番期待している馬娘気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタートです。勝つ馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番オグリキャップミホノブルボンマルゼンスキー。期待通りの結果を出せるか。1番人気騎士アマゾン。長丁場のこのレースですがミホノブルボン早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かうミホノブルボン快調に飛ばしていきます。花を奪っていたのはミホノブルボン。続いてマルゼンスキー。3番手に5番オグリキャップ大きく離れてメジロノーベル。そしてそのうちグラスワンダー。さらにはエイシンフラッシュ。その後ろから1番オグリキャップ。そしてそのうちからいたのはフィッシュアマゾン。そしてその後ろから行くのはゴールドシップ。フィッシュアマゾン果たしてどうでしょうか。ババ状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずミホノブルボン。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。現在1番手はミホノブルボン。続きましたマルゼンスキー。その後ろ5番オグリキャップ大きく離れてエイシンフラッシュ。その後ろにグラスワンダー。その後ろメジロノーベル。それを見るように1番オグリキャップ少し後ろからフィシアマゾン少し離れてゴールドシップ。ミホノブルボン先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ミホノブルボン彼女の客室には合っていますね。さらにはマルゼンスキー。残り 1000m を通過。後からミホノブルボン。その後ろに5番オグリキャップ後ろエイシンフラッシュ。2馬身3馬身開いてグラスワンダー外でゴールドシップ。大手焼きを超え4コーナー